のバーチャルショッピング。こんにちは、グミです。今日紹介する商品はこれです。おかんの夢見心地の体重計。これですね、あらかじめ設定した体重以上は表示されんという、そういう、まあ、現実逃避型の体重計ですね。しかもこう、綺麗だよとか、いつも見てるよとか、そういう声をこう、イケメンの男の人が言うという、そういう機能までついとってですね。うちの母ちゃんってあんま太っとらんかったけん、体重計ってそげん使えらんかったですね。たまに使うとしても、米測ったりするときぐらいですかね。そしたらまたなんか面白いの思いついたら紹介書です。それじゃあ。